ベルサイユ宮殿に展示されたピウス7世の教皇御腰。教皇御腰で運ばれるピウス8世。2本の白い木扇が後方に従っている。教皇御腰は教皇が乗る移動式玉座。1978年まで使われた。これには豪華に装飾され絹を貼られたアームチェアが乗っており、それを固定した足台の両脇に、 金メッキされた蜜の輪がついている。その輪に長い棒を通し、赤い制服を着た十二人の担ぎ人が棒を肩に、担いで玉座を運ぶ。教皇御子は、入念に作られた古紙の一種であり、ダチョウの白羽で作られた二本の大きな扇、かつての天霊の名残、がその両側に従う。教皇御子は主に、ラテラン大聖堂及びサンピエトロ大聖堂で、 行われる儀式へ教皇が入り退場する際に使われた。この椅子はほとんど千年近くもの間教皇の儀式の一部として使われていた。その起源はビザンチンの皇帝が同じような様式で担がれていたことに遡るとしばしば考えられた北たがさらにはるか昔からこの椅子が使われていたことは多くの資料が示すところであり。 おそらくは古代ローマ帝国の指導者が行った儀式に由来するものかもしれない。この玉座は新しい教皇の大冠式で特に使われ、また一般にサンピエトロ大聖堂や公の集会へ教皇が重々もしく入場するたびに使われた。前者の大冠式の場合、新しく選ばれた教皇が教皇御輿に座り、その前で三束の糸を燃やし、儀式の信仰者が ハーテルサンクテ、シクトランジトグローリアムンディと唱える。新しく選ばれた教皇、また、かつて国によっては司教をその教会へ担いで行く、習慣は、そのいくつかについては、非常に昔から行われていたものであり、ローマで新しく選ばれた、出生官が、体幹椅子に乗って、市内を運ばれて行ったことに必須ことができるかもしれない。 パビーアの司教、エンノディウスが記した、アポロジーアプロシノドと、ジェスタトリアムセレムアペストレキコインフェッショニスがほのめかす。ところでは、当時まだ聖ペテロの椅子が、サンピエトロ寺院の内陣に保管されていた。これは、移動可能な木製の肘掛け椅子であり、造下で造眼され、両側に二つの鉄管がついていた。教皇御子は、教皇の体幹式などで毎回使われていたが、 それ以前にも様々な儀式で使われていた。例えば、ナポリ王国や、その他の風神から年ごとの貢ぎ物を受け取るとき、あるいは少なくとも15世紀以降、教皇が生体を信者たちへ運ぶときに使われ、校舎の場合は、玉座の前に机がしつらえられた。ピウス10世は1905年に、ローマで開かれた、生体大会でこれを用いたことがある。ヨハネ・パウロ1世は、 教皇官をはじめとした教皇の権威を象徴する、品々とともに、教皇御腰を使うことに当初反対していた。しかし教皇庁の職員から、教皇の姿を監修へ見せるため必要なものだと、結局は説得された。ヨハネ・パウロ2世は、その使用をきっぱり断った。ベネディクト16世も使ったことはない。1981年に、 ヨハネ・パウロ2世が狙撃されてからは、一般越見を受けるときなどは、防弾ガラスなど安全対策の施された自動車、パパモビルの使用が観光となった。実用性と防犯性の要請から、パパモビルが強行ミコシに置き換わった。リスボン大聖堂博物館には、強行ミコシの一つが一体の聖戦と共に展示されている。リスボンの壮大司教がこのみこを使うことは、 ジョアン・ゴセイが努力の末大きな犠牲を払って、教皇から認められた多くの栄典のうちの一つと考えられている。この記事には、パブリックドメインである次の百科事典本文を含む、ヘア・バーマン、チャールズ・エイド・セジア・ジェスタトリア、カトリック・エンサイクロペディア、ニューヨーク、ロバート・アップルトン・カンパニー。ありがとうございます。